聞いてくれ。さっきちょっと休もうと思ったんだけど、イリマが出てきた。イリマだ。イリマアニメでさ、EV 修行してる人なんだよ。EV で極めようとしてる人。じゃちょうどさ、確かさ、ポケアニがさ、この人でできたところで確か見てない気がする。はい、キャプテンのイリマです。今日キャプテンなんだよね。ゲームだとね。ゲーム、アニメはどうだったかな。君の戦いチェックしていましたよ。すっごくご機嫌でしたから、思わず呼び出してもらったのです。関東地方からやってきた合図で、やっぱ私関東地方からやってきたんや。私関東地方住みだった。なかなか見込みがあってね、いい技の使い方をするんだ。なるほど、ウェルカムですよ。では僕の試練でも技の、何これ、なんて読むの？技の映えを見せてください。キャプテンというのは島キングに挑むための試練を与えるものです。僕イリマの試練は茂みの動物で行います。ハブオディシティは街中にも草むらがあります。試練の前に新しい仲間を増やしてはどうでしょう。君のチャレンジ心から待ってますよ。イリマだ。そうそう、スクールの前を、何これ、陣取ってケンタロスのこと伝えておきました。あの人のケンタロスはメレメレ島の名物だね。じゃあアイスさん、みんなでお見送りすればね。ケンタロスに乗りて、早く乗せてくれ。お知らせです。アイスさんがトレーナーズスクールでのレッスンを終えまして卒業しました。卒業生。あ、もうこれ卒業式だね。ポケモンと仲良くな。できれば状態異常とかもうまく付き合うんだぜ。島巡り頑張ってね。いってらっしゃい。木の実を見つけたらポケモンに持たせてね。みんなそれぞれ言ってたことみんなもう一度言う。アイスさん、学んだことを生かして素敵な島巡りをしてね。ファイト、未来のチャンピオン。未来のチャンピオンですか。技マシンを使いこなせポケモン。あいつか。もう言ってることで誰か分かっちゃう。ガッツだぜアイス。ミミロルさんと息ぴったりでしたね。あの、せっかくですからハウオディシティを案内しますね。私についてきてください。ちょっと休みてえな。アイスさん、こちらです。意外と疲れたな、やっぱこんだけやると。こんだけやるとっていうか、まだ一回も試練やってねえよ。トレーナーズスクールでポケモンさんと力を合わせて戦う姿良かったです。アイスさん、ポケモンさんのために全力を出すって感じで、だからあの時星雲ちゃんを助けられたんだって分かったんです。あ、そういえばケンタロスさん、ケンタロスさん乗れるようになるんでしょう。そうでしょう。乗りたい。ふもーふもー。おー、リーリーにアイスハラハラさせましたが、ケンタロスは連れて帰りますぞ。そうだアイス、こやつを撫でてくれますか。よし、これで乗れるようになるんだ。そうなの。ケンタロス、なでなでろとか、僕の方がすべすべ音。頭撫でたい。もう、なんか尻尾とか掴んだらブチ切れるのかな。あはは。ケンタロスね、喜んでおりますね。3時間やってた。マジか、そんなにやってた。ポケモンはお手入れされるとき機嫌になりますから。待って、行かないでケンタロス、乗せて。
わはは、皆の衆、いろんなところに行くのですな。ポケモンや人に出会うことで人生は面白くなりますぞ。ケンタロス乗せて、乗せてくれないの？あれ、ここじゃなかった？いつだ？ここじゃないならいつだ？シマキング憧れるよね。戦わずにポケモンを、何これ、なんて読むのこれ、なんて読むの、漢字読めません、漢字読めないもんだ、ちょ予測もできない、これなんて読むの、慰めてさとか違う、でも慰めてって違う字だとかする、沈めてか、沈めてさ、沈めてって読むの、金に、なんて読むの、金に、何これよう見えんな、金に羽、羽で沈めてんの、金で沈める的な人、とりあえず金渡しとけば おとなしくなる。こんばんは、ゆきさん、ポケモンやってます。ゆきさんポケモン赤だもんね。俺ケンタロス好きだけど乗るのは怖いもん、乗りやせてくださいよ。ねえねえ、ディーディーたちどこに行くの？私はアイスさんをハウオリシティに案内しようと。それってナイス、さすがリーディー、あれでしょう、なんだっけあれ、マサラダだっけ、アイスアローラに来たばかりだもんね。ねえねえ、俺も行く、美味しいもの食べたいしさ。マサラダかな。はい、それでは皆さんご一緒に、さようならわー、ワクワクする、ほらほらこっち、はい、皆さんご一緒にさようなら。ハウさんたら、アイスさん、私たちも行きましょう。ハウオリシティはアローラで一番大きな町なんです。マサラダだな、マサララ、マサララ。ハウオリシティ、くそ、また読めなかった。こいつさ、文字消えるの早いんだって。こんなに可愛いのにね、声がね、最後まで聞こえない。もうちょっとゆっくり喋ってください。ね、なんだっけ、そう、マサラダって私ずっとサラダだと思ってた。あれサラダじゃないんだね、多分。ビーチだー、全然覚えてねえこの辺。わあ、ケンタロスで走りて、お姉さんいるぞ、おいでた、海、わかる、海見ると叫びたくなる、青春してる。コンディニューコインありがとうございます。マサラダはサーターアンダーギ的なものですか。なんだそれ、また未知な名前が、また未知な名前が、すぐにちょっとまたか、まだカメラの調子がさ、まだ良くなくて、あら、あなたはるばる遠くからアローラに来たんでしょ。そうです、関東出身です。アローラの挨拶一緒にしましょう。アローラー、ほらほら、君もアローラって挨拶したらみんな仲良し。沖縄の名物サーターアンダギ、へえ、そういうのがあるんだ。沖縄ってさ、チンスコしか知らないなチンスコ、昔さ、そのクレープさ作ってさ、何を思ってかさ、クレープにさチンスコを入れて食ってた生クリームとチンスコ乗せて食ってた、うめえとか言って、ただただ甘いだけだけど、クレープチンスコ、みんな試してみてクレープ作れる人、穴のないドーナツみたい。そうなんだ、ドーナツ的な感じなんだね。だって、じゃあ、なんかデザートなんだろう、まあドーナツ的なねやつなんだね、甘い菓子パンみたいなやつか。
それ美味しいんですか？ね、私はね、激甘党だからね。あ、激甘党の人はうまいかもしれん。チンスコークレープね。さて、どうしようかな。これ今どこに向かってんのこれ。甘いの苦手か。そうか。私はね、逆にね、辛いのがね苦手だった。でもそれはね、昔の自分。今はね、辛口カレーぐらいならいける。むしろうまそうに食う。でもカレーっていう。壁の向こうに気配を感じて思わず空手チョップよ。なんといっても空手チョップは巨人に当たりやすいから、ね、そうだったんだ。アイス、足音聞こえたから来たよ。ねえ、ハウオリすごいでしょう。アローラっていいでしょう。おお。ねえねえ、アイス、いいとこ案内してあげる。唐揚げくんのレッド、何それ。唐揚げくんにレッドとかあるの？唐揚げくんってさ、ローソン？ローソンかな。ねえねえ、ロトム図鑑持ってるといいものもらえるって本当？本当？ロトム図鑑の人、持ってる人優遇される。ローソンなんだ。ローソン近くにないんだよね。なんかセブンもちょっと遠いけど、若干遠いけど、まあ、車乗れる人がいたらセブンは行ける。まあ、ローソンも車あると思うけど、自分で行こうってなったらやっぱり電車かな。主にファミマだな、私のところは。耳がお早いですね。まだあまり出回っていないロトム図鑑の拡張パーツ、その名もポケファインダーをどうぞ。あれだ、写真撮るやつ、そんなあったわ。そういえばすっげえ。よかったね、アイス。ポケファインダーだって。で、ポケファインダーってなーに。何もわからないのにこいついいものもらえるよって言った。知らなかったんかい。ポケファインダーでポケモンの撮影ができます。撮影できるポイントはロトムが教えてくれますよ。では説明書読みますね。ロトムにタッチするか R ボタンを押してください。ロトム図鑑ってすごいな。ポケモンとは違うアイスのパートナーだね。え、でも中にロトムがいるんだよね。じゃあポケモンなのかな。ロトム図鑑は戦わないもんね。草刈り機とかさ、戦うのにな。草刈り機とか戦うのにさ、図鑑に入ってのは戦わんもんな。コンビニ、コンビニね。まあ近くっちゃ近くにあるけどね、セブンはね。ただ自分の足で行こうって思ったら遠いかなぐらいな感じかな。私ね、免許が取れないんだよ。目がね、0.3 以上上がらないらしくてね。メガネかけても視力が、メガネかけても視力が上がらなくて、だから免許が取れなくて車は乗れないんだよね、残念ながら。まあいいや、俺先行くね。ポケファインダーで撮影したポケモン、本当にキュートなんですよ。はい、ポケファインダー追加されて嬉しいよと。よし、お前を取ってやる。お前でお前を取って図鑑開いた。ロトムにタッチしたら出るとか言ってなかった。
イスさん、ハウさん、案内所はどうでした？ボトム図鑑パワーアップ、写真撮れるようになったよ。ボトムさんすごいですね。リーリー、君を撮りたい。パシャ。ああ、今のは何だろうね。あいつ次は美味しいもの紹介するね。ロトムさん撮影したくてアピールなさったのでしょうか。では私ブティックでショッピングをしていますね。ブティックか。見た目ちょっと変えたいな。都会なら車、確かにね。都会はむしろね、車があった方がね、車の方がちょっと移動しにくいね。人がね、やばい、もう人がゴミのようだって感じだから。ようトレーナーさん、いいもの持ってるね。ポケファインダーできるならいいこと教えてやるよ。壁の壊れた部分が撮影スポットでさ、ほらロトムも反応しているだろう。タッチしてごらんよ。これがチュートリアルです。いいっすよ、写真撮るなんて誰でもできます。ここできんのやけど、できた。ピカチュウ海流ヤドランピジョン。カメラの向きを変えて撮りたい瞬間にカメラボタンで撮影できるろ。1回の撮影に 6枚フィルムが使えるろ。へい、何これ。オフ。これデュース動かすと動く。いけてるよ。でもこれしか撮れねえんだもん、6枚って言われても。お、もう反応した。いいね、もう一回反応しろ。いけ、ピカチュウ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 、ほらサトシが呼んでるよ、ピカチュウ。ちょっと笑ってみろ。私はポケモンスナップ、そう、ポケモンスナップの時間。これポケモン、そうだ、これポケモンスナップじゃんこれ。サムのポケモン。このピカチュウメスだな。何メスだと。いいぞ、許す。ポケモン初代勢、初代から気がついたらあったって感じだな。でも私ぐらいだとね、初代と金銀の間ぐらいかな。なんか初代派と金銀派がいるね、私ぐらいの年齢の人。なんか同級生はね、なんか女の子とかよくエイフィが好きとか多かった気がする、子供の時。でも、おー、かわいい、かわいい、これかわいい。いいね、いけてる。お、空きれい。空きれいじゃない？空撮っとこうぜ。月やん。覚えるわ。空撮っとこう。初代は、あれだね。初代は、赤緑というよりあれだな、赤緑の時は多分お届け物を届けれなくてずっとうろついて終わってた気がする。ピカチュウ版で多分たけしぐらいまで行ってたんだけど、ピカチュウ版でその相性が分かってなくて、石つぶてにずっと10万ボルトじゃない、電気ショック、ずっと電気ショックして、なんでこれ当たらねえんだって言いながらずっとひたすら電気ショックして死んでた記憶がある、子供の時。どの写真をみんなに見せるのと、待って、どれかわいいかな、わかるかな、これ。これもう自分のことかわいいと思ってる、このピカチュウ。
揺れてる、ゆらゆらしてる。あ、これちょっとね、転んで、後ろに転んで、あ、お尻いってみたいな感じのピカチュウ。これこれでしょ、ケツぶったみたいな感じのピカチュウ。間違いない、これが一番可愛い。アップしたろうと、みんながコメントが来たろう。待って、可愛く撮れてますね。でしょう。もうちょっとやってみて。うるせえ。うるせえ。これ以上言われなかった。次頑張ればいいさ。何その励ましみたいな。何？可愛いじゃん、これ。可愛く撮れてますね。さすが分かってる。可愛すぎて気絶。マジ、マジ、それな。これどこで撮ったの？なんかね、壁に、壁壊れてるところ。浮きが見たいのであれば、さっき最後にね、あれですよ、空撮ったんで、そっちも後であげます。ピーカーンってやつ使ってどういうこと？頭おかしい。僕も写真始めようかな。好きにしたらいいと思う。そう、たけしって一つ目のバッジ、一つ目のバッジでピカチュウでひたすら電気ショックしてずっと当たらないと勘違いしてて終わってた。そのまま。いやー、今回の記録1032もいいね来てる。マジか。じゃあ私もこれちょっとこんな感じのピカチュウ描くわ。そしたら1032いいねも来る。最高記録更新したと。うん、やばいよね、1032いいねってすごくない？これでみんなどんだけちょろい。1500人が気に入るとアップできると、あともうちょっと頑張ろうと。頑張ったよ。ポケモンを正面から大きく連れてきたら気持ちいいよね。ポケモンいいのはとにかく取って取りまくるといいね。アローラ1032人もいる。どうだったの？トップまで面白かったこと。面白かったよ。さすがロトム。よかったロトム。よし、ちょ、ポケモン見たいな。仲間増やしたいな。可愛いオスを増やしたい。可愛いオス出るかな。カモメ多いな。カモメ捕まえろって言ってるのかな。見よう。サンムーンやったことないんです。あ、やったことないんだ。私ね、普通のサンムーンならね、実はねもうプレイ済みだったりする。やっぱ顔が動かないけん。普通のサムーンは、サムーンっていうかムーンか、普通のムーンはやったけど、ウルトラサムーンは今お、まあお初っていうわけじゃないけど、お初に近いかな。どんな展開になるとか全然知らない。もう初めの、初めしか知らないな。なんか可愛いポケモンなさそうだな。可愛いけどね、みんなね。ただオスにしてギャップを感じるかって言ったら、ちょっともう一声メスらしさが欲しい。このミミロールのようにな。ミミロールさ、耳さ、これ絡まってない？ミミロール耳結んでない？これ大丈夫？ミミロール耳結んでる。初めて知った、今知った。大丈夫？耳を痛くない？それ届いてあげようか。ミミロールはレベル9。
お前ももうすぐ10代か。あ、10代や。遊戯王2代目だ。金銀からダイパまで剣盾をで復帰しょ。へへへへ。金銀からダイパまでやって、で剣盾で復帰した。なるほど、なるほど。でもあるよね、思春期とかってさ、なんかオタクって見られるとなんかあんまり良くないのかなみたいな。私はなかったけど、そういうのが。私も初めからゲームがいっぱいあったからな、家に。あとね、新しいゲームを買うたびに近所の男子が来すぎる。もうあれね、今考えるとね、お母さん鬱陶しかったやろうなって思う。めっちゃ新しいゲームやりに来るじゃんね、小学生ね。アシさんは自分で服を選んでいるのですか？ママだよ。私ママだよ。ママって犬に、今日もズボンに穴開いたから、ママに5000円渡して、なんか適当に買ってきて。サッカー部だったので、なおさらサッカー部できないの？サッカー、なんか部活入ってると、なんかやりにくい、忙しいみたいな感じか。そのファッションでわかります。お母さんも素敵なセンスですね。私、母が選んだ服だけを着ていて、自分にどんな服が似合うかよく分かっていないのです。 DDA は何着ても似合うと思うよ。私はね、もう初代からずっとやってるっちゃやってるね。そのまあウルトラサンムーンはまあマイナーチェンジだからいいとして、多分ウルトラサンムーンを省くと多分全部やってると思うけどな。そうでした、アイスさん。ブティックでこれをいただいたのです。何も買ってないのですが、何でも来店、99,999 人目の記念だそうです。ですが私同じものを持っていますから。これね、レンズケースとかね、あったよね。ロフトだっけ、ロフト登ったところに DDA の部屋にあった。これアイスはレンズケースを大切なポケットにしまった。アイスはコスメポーチを手に入れた。アイスさんとお揃いになりましたね。DDA とお揃いデートたまらん。ハーフオーディシティにはいろんなお店や、そう、また切れるのが早い。どうせならアイスさんっぽい衣装を着たい。できたら、ホワイト、アイスさんって言ったら白かな。いいね、青系。青系アイスさんっぽくない？確かさ、またカメラが。なんかさ、多分ないよね、ポケモンに青色の髪の毛の色ね。って思ったら、服は青にした方がいいかな。剣盾は髪の毛ピンクにしてるんだよな、悩ましいな。なんか陽キャじゃないといけない感じが。陰キャが最高です。まあうちが結局ね、陽キャ陰キャってあんま関係ないよね。結局その人のなんかあるよね、なんか合う合わないね。陽キャ陰キャとか趣味が一緒とか一緒じゃないとか意外と関係ないんだよね。趣味がさ違ってもさ、やっぱりなんかさ性格が合う人ってさ全然合うもんね。こんな時間やわ。